皆さんこんばんは、えりこです。今日は JLPT-N1 レベルの文法、何々図じまいの意味と使い方を説明していきます。図じまいの意味は、もともとしようと思っていたことを結局しないままで終わる、後悔や残念な気持ちがあるときに使います。一緒によく使う言葉は、結局、とうとう、ついに、などがあります。接続です。内形の内を省いて、図じまい。するの場合は特別で、せずじまいになります。そしてもう一つが、可能形の内形を作って、内を省いて、図じまい。少し練習してみましょう。言うの場合は、言わないの内を省いて言わずじまい。来る、内形が来ない、内を省いて来ずじまい。可能形の方ですが、できる、できない、できずじまい。会える、会えない、会えずじまい。このように作っていきます。それでは例文を見ながら使い方を確認していきましょう。もっと話したかったけど、挨拶だけで話せずじまいだった。もっと話したかったけど、挨拶だけで話せずじまいだった。これは可能形の話せる、話せない、話せずじまいの形ですね。そして、もう一度会いたいと思ったのに、連絡先を聞かずじまいで別れてしまった。もう一度会いたいと思ったのに、連絡先を聞かずじまいで別れてしまった。お店でいろいろ見たものの、何も買わずじまいで帰った。お店でいろいろ見たものの、何も買わずじまいで帰った。ものの使い方、覚えていますか？これは N2 の文法で、何々ですが、何々だけれどもという意味です。ですから、お店でいろいろ見たけれども、何も買わないで結局帰った。残念だという意味ですね。YouTube メンバーシップのお知らせです。YouTube 動画の右下にあるメンバーになるというボタンをクリックすると詳細がわかります。毎月490円です。いつでもキャンセルできますので、興味があればぜひメンバーになってください。えりこ塾ではプライベートのオンラインレッスンもしています。レッスンの予約はえりこ塾 .com のウェブサイトからお願いします。 YouTube チャンネルの登録もぜひお願いします。お知らせ機能をまだ設定していない方はぜひベルのマークをクリックしてお知らせ機能をオンにしてください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次のレッスンでお会いしましょう。